言語年代学は、言語学において、系統を同じくする二つの言語が分岐した年代を見積もる方法である。モリス・スワデシュによって提唱され、日本では、ハットリ・シロウにより紹介され研究された。基礎的な語彙は、比較的一定した速度で変化するという過程のもとに、二つの言語が共通祖語から分岐した年代を C14 による、 有機物の年代測定と同様に推定された語彙の半減期から算出するという方法が取られる。基礎的な語彙にはスワデシュリストと呼ばれる基礎語彙リストが使用される。しかし、言語の変化が一定の速度で起きるという証拠はないとして、言語年代学の有効性について疑問視する言語学者も多い。またスワデシュリストの語彙が本当に 基礎的と言えるかどうかについても疑問が出されている。言語年代学では、語彙統計学的方法を用いてはいるが、語彙統計学では、必ずしも、基礎的な語彙は、比較的一定した速度で変化するという過程は、必要とされない。また言語を音韻論的、文法的に比較して、変化の法則性を明らかにし、同型であることを証明する比較言語学とは、 方法論的に異なる。最近、アール・ディグレーラによって、分子進化学を応用し、言語変化速度の一定性を仮定しない方法が提案されている。これは、比較言語学により、明らかにされた、同根語を基礎とする方法である。これによれば、一部の分岐年代が分かっている。語族については、従来よりも、確実に分岐年代を見積もることが可能であるという。 彼らは、オーストロネシア語族にもこの方法を応用している。ラッセル・ディ・グレイクエンティン・ディ・アトキンソン、ランゲージ、ツリー・ダイバージェンスタイムズ・サポート・ザ・アナトリアン、セオリー・オブ・インドゥ、ヨーロピアン・オリジン、ネイチャー2003、426、435から、9。RD ・グレートオール、ランゲージ・ファイラジニーズ・リビール・エクスパンション・パルセズ・アンド。 ポーズ・イン・パシフィック・セトルメントサイエンス23ジャニュアリー2009ボリューム323ナンバー5913ピアニッシ四百479から483ありがとうございます